X フラッグ公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。続いてお送りするステージはこちら、神殿タッグトーナメントティックタッグ等バトル。はい、ということでこちらのステージの MC を務めます X フラッグの中野仁真奈です。よろしくお願いします。そしてはい、ターザン信蔵です。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてはい、お手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでお二人に解説をお願いいたします、はい、さあ、ということでパークもね、はい、もう2日目の終盤ということで、はい、そうですね、そうですね、はい、お二人疲れてないですか？全然大丈夫大丈夫ですか？大丈夫はい、解説お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは神殿タッグトーナメントのルール説明させていただきます。こちら、ルールですね。試合開始と同時に画面中央に英雄の神殿のクエストが配置された9マスの盤面が出現いたします。両チームそれぞれ好きなクエストを選んで出撃してください。英雄の神殿の各クエストを相手チームよりも先にクリアするとスタンプが押されます。クリアしたら残りのクエストから次を選んで出撃してください。相手がすでにクリアして押さえているクエストには挑戦できません。ただし自分のチームのスタンプが3つ以上押された状態ではクエスト出撃する場合、相手がすでに押さえたクエストにも出撃できます。なので今この例では青が3つも押さえているので、赤が押さえている部分にも出撃できるということですね、うん、はい、はい、縦横斜めいずれかの一列を先に揃えたチームの勝利となります。クエストは途中リタイアもできますが、その場合はいかなる理由であってもタイムペナルティープラス10秒がつきます。リタイア後次のクエスト出撃時に最初のあなたの番ですが出てから10秒後にスタートということで、手番の30秒がありますので、うん、それが20秒になったところでスタートということになります。はい、はい、1試合の制限時間は15分となっています。15分で決着がつかない場合はクエストクリアの数が多いチームの勝利となります。クエストクリアの数が同数の場合は最後にクエストクリアしたタイミングが早いチームの勝利となります。はい、ということで使用クエストはこのようになっています。常闇の神殿の時の間1以外の時の間のクエストすべてということになっています。盤面上の出現位置は各試合ごとにランダムとなります。以上が神殿タッグトーナメントのルールとなります。はい、そして視聴者の皆さんには X フラッグコネクトを使った勝利チーム予想をご用意しております。見事予想的中でコネクトコインをベッドに応じてプレゼントいたします。こちらのステージのオッズは10倍ですね。ベッド枚数は100枚から1000枚までですね、なっております。これは1試合につき1回できます。なので5回勝負があるので全予想的中で5万枚のコネクトコインのプレゼントと。結構でかいね。はい、結構大きいですね、はい、これ X フラッグコネクトを使用する最後のステージとなりますので、はい、なので、ね、はい、はい、ちょっと多めになってますね、うん、はい、ということで皆さん勝敗予想に参加しながら楽しんでください。はい、それではここで本日参加するチームをご紹介しましょう。はい、ペンペンミヤボーチーム、ザタッチチーム、ユキユンミチーム、ガオガオサナパッチョチーム、大島淡路チーム、シロナンピロチームとなっております。そして対戦の組み合わせはこのようになっています。はい、ということでね、はい、はい、このようになっております。トーナメント形式でございます。さあ、ということでどのような戦いを見せてくれるのか楽しみですね。はい、はい、それでは予選第1試合始めていきたいと思います。両チームの入場です。まずはこのチーム、ザタッチ、拓也さん、和也さんです。アジの開き、よろしくお願いします。お願いします。よっしゃ、よし、行くぞ。絶対勝ちます。勝たないと、ちょっと、ちょっと、ちょっと
あ、映ってよかった。前半こっち側に向かったよろしくお願いします。よろしくお願いします。対するはこのチーム、はい、ゆきさん、ゆんみさんです。せーの、アジの開き。お、ちょっともう俺たちの画像なんか違うんだな、もう俺たちの画像。はい、お二人も出てきました。それでは、はい、意気込み伺っていきましょう。まずは拓也さん、和也さん、お願いします。はい、はいはい、今回の出場するチーム見て、うん、僕らだけですね、唯一結成38年。うん、はい、長いですよ。ベテランですね。これは負けられないでしょう。そうですよ。それに見ました、あのアジの開き、うん、身が薄いですよ僕らみたいに肉厚な、うん、肉厚で夏場のアジだ、夏場のアジだ、ね、負けるわけがないです。はい、はい、ありがとうございます。続いてゆきさん、ゆみさん、お願いします。はい仲の良さは負けません。あ、負けませんと。はい、双子仲悪いと思ってんすか確かに負け勝ったら味の開きいただきたいと思います。お、負けらんないこれは味の開き取られるの取られちゃうということで、はい、ありがとうございます。それでは両チームスタンバイをお願いいたします。よっしゃ。ということで、ここでですね、はい、視聴者の皆さんにはエクスラックコネクトを使った勝利チーム予想を行っていただきます。ただいまより受付を開始するので、ただいま表示されている2チームのいずれかに投票をお願いいたします。赤がザ・タッチのお二人、青がゆきさん、ゆみさんということになっています。ベッドタイムは120秒となります。余裕で、余裕というかめちゃ考えてる。はい、皆さん今ベッドスタートになっております。はい、結構ね、戦い始まるともう慌ただしいですけどね、うん、この戦いは、ね、はい、思った以上にスピーディーですよ、うん、そうですね、まあ、神殿本当に早く回れますから ね、まあ、ただ、まあ、はい、神殿が早ければいいというわけでもないですからね。あ、ちょっと待って、そうですね、はい、しっかり戦略を考えて進めていかないと、どこを取っていくのかっていうところが盤面のってことですね。そうですね、大事なんで、はい、さあ、もうでもあれですかね、はい、使用するクエストは全て発表されているので、そうですね、まあ、はい、最初のまず開幕でどこに何があるかは確認した方がいいですよね、うん、どのキャラで行くかとかも多分全部決めてきてるんでしょうね、うん、そうでしょうね、うん、選んでる時間なさそうですもんね。そうそうそう、それも時間かかっちゃうんでね、うんうんうん、さあ、ただやはりあの初戦が大事なので、そこで流れを持っていきたいところですね、はい、はい、一番最初のクエストってことですね。1本目、はい、そうですね、うん、まあ、ワンパンできちゃう、ね、クエストも何個かあるんで、はい、そこをどのタイミングで狙ってくるかっていうところもありますね、はい、うん、さあ、今皆さんベッドしているので、はい、チームの方々映ったらアピールしてもいいですよ、はい、赤赤赤赤赤青青、一つぐらい勝つから、はい、大丈夫、勝ちますから、青青頑張ります。フラパ中に一つぐらい勝つから、実はまだ勝ってないんですよ、何も勝ってないけど、ザタッチチーム、じゃここでちょっと、じゃあ一発ね、勝利をして、そうね、うん、しとかないと、上からも、上のカメラ、クレーンのカメラからもアピール、こっち上ないじゃないかあったこれめちゃくちゃ人の絵からだんだんズームしていくやつですよね。こっちに入れてるそれ天下面を思い出しますね、そうですよねあー、光りてる。さあ、ということでエクスラコネクトの勝利チーム予想終了とさせていただきます。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。そして両チームスタンバイが整っているようです。はい、ゲーム開始とともに9マスの盤面が現れますので、各チーム好きなステージをクリアして団員成立を目指してください。それでは大丈夫ですか。はい、はい、はい、それでは試合開始のカウントダウンとなります。はい、5秒前から、はい、5、4、3、2、1スタート。さあ、盤面出てきました。さあ、はい、まずこれを見てどこから攻めていくかということですね。そうですね、はい、
一応これ画面映ってないんですけど、しっかりまあ選んでる途中ですので。そうですね、はい、はい、お早いですね、おスタートが。おまずは同時に2を選択しましたね。おやばいやばい、来た、こっちだ、やばいやばい、お互いそうですね、先ワンパンするぞ、ワンパンしてしまえば大幅なリード。そうですね、はい、これは遅れてクリアした方はマス取れないんで、あちょっとこれは痛いですね。じゃあ、あっち、中国さんいましたね、あっち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 、ここでまあシーボス戦を一旦って終わればまだいきますので。そうですね、ここでワンパンできるかどうか。あクリティカルですね、クリティカルだ、ちょっとやばいもう行こう、まあ、ただ、まあ、あっちも、まあね、あっちも行けるか分かんないかもしれない、ワンパンしちゃったらあれですけど、さあ狙って、さあやった、リベンジ成功した、リタイアされた、リタイアされた、ゆきうみチームがクリア、はい、そしてドタッチチームはリタイアということで、リタイアするとペナルティーが発生しますよ、次の引き続き時ですね、はい、次どこを攻めるか、はい、どこ行く、ということでまず右上が、お互い攻めましたね、結構ね、そうですね、はい、ただここは青チームがどちらを揃えていくかっていうところを予測しないといけないところもあるので、そうですね、はい、相手が取る場所を予測して、まあ、ブロックしに行くみたいなこともできるんで、ただ3つ選択肢があるので、はい、どこに来るかっていうのを読み切るのも難しいので、はい、そうですね、はい、さあ相手がどこを選択しているのかは出力するまでわからないので、はい、ここがちょっと読み合いですね。そうですね、もう場合によっては水の時の間にでワンパン狙いって早々に、まあ、次に進めるのも一つかもしれないですね。さあ極円をこれは一時の1を選択ですね。はい、ドタッチチーム、はい、さあ、ペナルティ発生しますからね、ゲージ入れて30秒が20秒になるまでお待ちください。はい、そうですね、まだここはよっしゃペナルティで打てません。はい、さあ向こうは光の1、2ですね、はい、いいですね、これ、はい、キャラクターが20になったら打てばいい。そうです、そうです、いきます、どうぞ。さあ、まあ、これお互い別々のクエスト選択したんで、まあ、まず取れるでしょうか、そうですね、というとこですね、はい、はい、よしよし、入った、これ結構なんか意外な選択でしたね、その光の2いくんですね。そうですね、そうするとまあ一応リーチにはなるんですよね、はい、ナイス、真ん中もう1人一応取れば、もうどんどんチームがどんどん打てば一時の位置をクリアしてしまうと、そうですよね、勝利にならないので、よしよしよし、これはちょっと裏目に出てる感じなんですかね。ワンパンして連続ですね。あ、これはでもかなりワンパンスピードが、でもただこれはいくらなんでもやっぱり一時の位置を追いつけないと思うんで、はい、そうですね、これはちょっとまあ裏目、ね、結局ちょっと裏目に出てるかもしれないですね、はい、にしようか、簡単なとこ行って火を奪い取ろう。なるほど、なんか嘘だって言ってますよ。ちょっとの3つ埋めてしまえば相手が取ったところ取れるんで、そうですね、そういう戦略ですね、なるほど、どこにする、あのチームギャグだけじゃなくて僕らのマスも取ろうとしてるんですか、水、そうですね、あここが反撃できるか日本ですね、うん、すごい、もうどこにするみたいな、なんかお買い物してるみたいな感じでやばいっす、何買う、何する、何買う、どこ行くみたいな何食べるよし、急ぎ急ぎ、どこ選んでくるんでしょうね、ただ選んでる時間も相手は進んでいるので、はい、永遠に感じる、あ、順番変えないと私が届かないの、うん、もう防御ダウンがちょっと手間取ると厳しいところですよね、そうですね、あ、ここ入れたんですね、はい、攻撃ダウンが入ってしまって削りがちょっと始まってくる、はい、ただ剣が湧いているのでそれを取れば、そうです、ここを有効活用して、はい、あ、惜しいですね、そうですね、またこれは取れますね、はい、あー、急ぎ急ぎ、余裕をかましているユキ&ユミチームは、はい、はい、はい、とりあえず真ん中取った、はい、はい、順番ね、さあ、真ん中の時の間、火の時の間1をジャタッチがクリアしました。真ん中取るってのも結構でかい、ユキちゃん違うね、そうですね、はい、まだ分かりません、さあ、ユキ&ユミチームはちょっとキャラの選択で戸惑ってますよね、そうじゃない、そうじゃない、それ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 、はい、どうやら決まったみたいですね、いっぱい準備してるんでね、どれかっていうのがね、はい、はい、いきます、はい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 、どのクエストでしょうか、さあどこでしょう、まあ、早めに3つ押さえておけばもう相手の取れますからね、雪見以降、そうですね、さあ来ました、水の時の間1ですか、あ、2ですかね、2ですね、はい、2ですね、ゆきちゃん、ここもワンパン狙いですね、うん、そこじゃない、待って、この辺、はい、あった、あ、そこそこそこ狙っていく、
さあ、うまく千利休をずらさずに、はい、さあワンパンを狙えるようにしてますね。そうですね、はい、あちょっと待ってください。どうした？今、僕が張ってたら大島が入ってくるし、邪魔が入りました。邪魔しないで。まさか身内に妨害されるという。それはもう違う EX が現れました。裏で怒ってください。ごめん、ね、位置高かったね。ね、ちょっと高かった。ごめんごめん、ね、全然大丈夫だよ。さあ、ちょっとワンパンは今難しかったですね。よし、ワンパンできた。ご用だ、ご用だ。やばいやばい。ワンパンでしたができなかったとしても進みやすいクエストなので、うん、全然大丈夫なんじゃないかと。さあ、まだ分からない。分からないですね。さあ、成功しましたね。ここから追いついていくことができるのか。よし、いい、ね、いいかも。ここでいい格好、いい格好。赤チームワンパンできた流れは変わってきますね。よし、いけるぞ、いけるぞ。赤ちゃん、ワンパンすれば取れるぞ。大丈夫か。かぶって負ければ一番時間きついんですよね。そうですね。あガイドも出てる。そうだ、どうある。いったか。よし、まあでもまだ分かんない。読めないですね。分からないですね。まだ分かんない、まだ分かんない。2P いけるかもしれない。サブソリが横上がり、横上がりだった。さあ、どうなるか。あ、待って、ごめんごめん、ゆくか、ごめん、間違えた。危ない。よしよし、飛んでれるのかどうか。そうですね、1ゲージ飛んでると思うんですけど、2ゲージ飛んでるとラッキーですね、はい、さあ、どうだ。なんかおーっと、これも追いつきましたね。かなり迫ってますね。合計体力でいくと、やばい、ね、これは逆転メールしましたね。はい、どうなんでしょうね。体力は逆転できますが、ただ青チームは次のボスラストは結構ワンパンしやすい配置になっているので、そこもあるとさっさと打って倒してしまえば、これ結構勝負を決めるかもしれないですね。このこれ青チームガイドが出ました。おっ、 SS 勝負ですね。あげあげあげ、よかった。先にクリアしたのはゆきゆみチームですね。取れなくなっちまう。先取っちゃった。さあ、3つ取ったということは真ん中を奪い返せる。はい、もうこれはもう真ん中を取るだけで終わりますからね。さあ、ザカッチチームは何かの間違いで、やばい、全然ちょっと2本負けれないと。可能性は、はい、うん、どうですか。まあ、何かが起これば奇跡の何か大事件が起これば。ちょっと待って、トクエル出た。今いいんだ、いいんだ。ちょっと待って、今どれだよ。捨てろ、ちょっと狙わせて。捨てろ、ちょっと待って、いい、捨てろ、捨てろ、それ。ここで青チームの方に大島さんが EX 出てくれたらわからないですね。入ってくれたら。大島、ワイズの方入って。大島。まさかの番外戦というね。さあ、このままゆきゆみチームが勝ち逃げになるのか。できるのか。そうですね。どうなのか。ちょっとね、だいぶザタッチチーム、はい。はい、難しいですよね、ここからの戦略。はい、そうですね、厳しいですね。まあでも、やっぱね、女子のチームは結構ね、うん、ゆったりしてますから。これはゆっくりお買い物できちゃう。ね、そう、寄り道、お買い物できちゃうと。寄り道できるかも。かぶりがきついですよ、本当に。かぶりで負けるとね。味の開きが、時間が丸々ロスになっちゃう。そう。ここはマナを入れて、手堅く来ましたね。はい、来てますね。いや、取られる、やばいやばい。さあ、光のこれだって守れないもんな。そうなんだよ。ですかね、守れないんですよね。守れないもんな。一、はい、つしか抑えてない。普通は速いですね、青チーム。はい、あれ、光の音の 2にいってますよ。ルールはもう抑えてませんか。もう普通に無理やり前線しに行ってないですか。僕、1じゃなかったですか、今。これは2です。2に見えますけどね。ね、これ確かに全然あれが合ってない、はい、これもう伝染しに行ってる感じ。もうちょっとただの神殿やってる感じ。そう、ただ神殿です。大丈夫です。ちょっと疲れちゃったのかな。攻撃ヒルダウンされずに順調に進めてますね。はい、一度も攻撃ヒルダウンされてません。はい、ゆきゆみチームは順調と。もうこれやっちゃおうみたいな。確かにギミックはもう全く赤チーム噛み合ってない状況ですね。何これ、どういうこと。勝っても取れないマスに入ってしまうというミスが発生してますが、もうでもこれはもう時間の問題というか。そうですね、はい、もうこれはユキ&ユンミチームが
勝ってしまいそうですね。はい、そうですね。はい、絞りの行くなら行ってよ。ちょっと残りました。何それ、指の腰盤面もしっかり、はい、いいんですか、伝えていなければいけないさあ早く楽にしてよ。はい、ということで、ね、見事ゆきうみチームが、火の時の間、はい、1もですね、そうですね、抑えたというところで、はい、ゆきうみチームの勝利となります。ちょっと今衝撃的なの見たんですけど、はい、僕らどれも取ってない感じ。そうですね、最後ゼロになりました。こんな最終的に、はい、さあということでエクスラコネクトを使用した勝利チーム予想の結果ですけれども、ゆきえみチームの方ですね、青色かな、はい、青色を選んだ方が、勝利となりまして、見事的中となりまして、はい、コネクトコインがベッド数においてプレゼントされますということで、じゃあちょっとザタッチの2人いかがでしたか。はい、味の開きをあげます。あと、あげれた方がいいということで公認何も得てないようですけど、はい、同族過激の特エルいただいてるわかりました。ありがとうございます。結果オーライですね。はい、そして勝利してゆきうみチームいかがでしたか。はい、ワンパンがね、意外とトントンと決まってくれて、良かったなと思いました。素晴らしかったです。配置が良かったですね、パズルの。はい、はい、ありがとうございます。ということで両チームありがとうございました。ご講談ください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。さあということでね、結構ワンパン決めてましたから ね、 そうですね。まあ、でもやっぱりどのクエストに行くかが結構やっぱ大事ですね。うん、大事ですね。はい、はい、ということでそれでは続いていって大丈夫でしょうか。もう少し、はい、いや盤面のバトルがね結構読み合いですよ ね、 すね、どこに行くか。ワンパン決まるか決まらないか結構大事ですね。うん、なかなか木の時の間には本当に人気なんですけど、うん、そこの配置がどこに散らばりやすいような今のパターンだったら読み合いっていうのは相当しんどくなりますよね。うん、そうですね。さあそれでは予選第2試合始めていきましょう。両チームの入場です。はい、まずはこのチーム、大島さん、淡路さんです。淡路さん頑張るね。頑張って。ワテさん、ワテさんお前だよ。お願いいたします。お願いします。おお、やるよ。勝つぞ。これ売れっ子芸人チームですね。イケメンチームです。はい、お願いします。対するはこのチーム、ガオガオさん、サナパッチョさんです。ガオガオガオ。かわいい。見たことないやつだもん。これ強いな。可愛いか可愛くないかは対照的ですね。自分が可愛くないから。確かに一番お手さんが可愛いけど。はい、ということでいいですか。大丈夫ですか。はい、それでは意気込み伺っていきますよ。じゃあ大島さん、大島さん、意気込みいかがですか。うん、そうですね、兄さんたちの仇を、はい、ここで打ちたいと思います。あの手だけはすごい書いてました。はい、はい、頑張ってください。続いてガオガオさん、サナパチさん、お願いします。いやもうこちらにはね、ゴッドショットガオガオがいますんで、はい、やってください。ゴッドショットです。よかった、ツイッターで見たけど、頑張っております。はい、頑張ると思います。頑張ってください。さあでは両チームスタンバイお願いいたします。ここで視聴者の皆さんにはエクスラコネクトを使った勝利チーム予想を行っていただきます。ただいまより受付を開始するので、表示されている2チームのいずれかに投票をお願いいたします。ベッドタイムは120秒となります。さあということで、赤が大島さん、淡路さん、青がガオガオさん、サナパッチョさんということで、ベッドスタートしております。さあまあどうなんですかね、これやっぱワテさんいる方がやっぱ強いですから。ワンパンラインは完全に把握してるんでね。ワンパンラインではいります、この神殿において。まあ、必要な場合もあるんですけど、まあ、ワテさんの場合変なワンパンライン知ってるかもしれないんで。変なワンパンライン、はい、変なワンパン生きてくるかちょっとわからないですね。全く計算とかしてしないです。基本的にワンパンは全部任せるんで。まさかの、はい、
まあ、大島さんもね、ワンパンね、聞こえるか昨日ね、クリスマスでね、昨日決めてますから、ありましたから、そうだそうだ、任せてください。頼んだよ、大島ちゃん。頑張ります、うん。こっちもこっちゴッドショットを決めてくるってことですね。そうです。いいこと言いますね。さあ、そしてね、向こうにはゴッドショットで、はい、ゴッドショットいますから、はい、なんだかんだサナパッチョも結構勝ち上がりがちなんでね、こういう戦いね。まあ、任せてくださいよ。めっちゃね、まとめたんだ、ほら。うわ、めっちゃ書いてる。すげえ。コピーして、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 コピーして。編成のカンペあった、今。これもガチで来てますね。これはどうなんだ、これ。どうでしょうね、皆さん、どっちにベットしているのか。さあ、ちょっと気になるところが、先ほどリベンジで、もしかしたらあのタッチの2人が妨害で入ってくるかもしれない。さっきお正さんが入ってきたって、カズヤ、タクヤがペペンって入る新ギミックペペンって入ってくるかもしれない。違う EX が乱入してくる。ちょっとすごい EX だ。さあ、ということで、まだ、はい、ベット中ですかね、ベット中の時間ということですかね。ほら、そんな入らないです。まあそうです、うん、まあ、番狂わせ、ジャイアントキリング、はい、ねえ、はい、もう入らないと自分で自覚はあるよ。自覚はあります。だからこそ頑張りたいですね。そうですね、はい、なんとか頑張りたい。なるほど、はい。さあどうなんでしょうか。そろそろ終了の時間ですかね、このベッドの、はい、まあ、でも最後の立ち上がりチームですからね、いわばね。そうです、そうです、これ、はい、さあ、ということで、ここで X ラコネクトの勝利チーム予想終了とさせていただきます。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。それでは両チームスタンバイが整ったようです。ゲーム開始とともに9マスの盤面が現れますので、好きなステージをクリアしてライン成立を目指してください。では試合開始のカウントダウンです。5秒前から5、4、3、2、1、スタート。さあ盤面出ました。あーやばな。さあ例のよろしく。さあこの場合どこから行くんでしょう。右下にありますね。そうですね、またいいところにいますね。はい、どこを取りに行くのか、まず最初に水ですよね、うん。さあ、この木の時の間2を押さえた後は、同じくワンパンしやすい時の間、あ、水の時の間2があるので、一気に流れはストレートで取ることもできる。ただまあ一時の2を抑えてしまうと、はい、まっすぐ行けなくなるので、はい、まあ、そういう戦略もあるかもしれない。もうやっていいんですよね、うん。さあこれは水時2ですね。よしよしよし、よし行こう。ということは真ん中取りに行きましたね。いけるいける、はい、そうですね、はい、左下から、お互い左下から行く真ん中、真ん中を取りに行くと、まあ、これはあのその先につなげやすい、取り方なので、いいよ、いいよ、ローレライ邪魔って感じですね。いや、いいいいいい、大丈夫、ローレライ、よしよし、乱入来なかったよ。クエスト選びが早かったのが、いける、ローレライ、そこ、はい、大島さんとどいて、周りチームどいた、いや、どいた、いや、どいた、さあ、さあ、チームも下げてしまった向こうは。うわぁ、だが、中ボス分も入っているのでやや有利かということですね。ただまあワンパン、まだワンパン狙ってる、狙ってますね。あ、でも結構消してるので、もしかしたら E のゲージ終わりかもしれないですね。飛んで飛んで、危ねえ、よしよしよし、危ねえ危ねえ、いけるいけるいける、どれぐらい飛んだのか飛んないのか、いけるぞ、上でキープしてるから、まさかの大番狂わせあるのか、無理だな。お、飛んでる、やはりここで終わってますね。飛びまくってますね。これちょっとずるくない？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと面白いこと言ってください。ちょっと面白いこと言ってください。ちょっと面白いこと言ってください。ちょっと面白いこと、みんな期待してると思います。いいぞ、行け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 、よしよし、行くぞ、行くぞ、行くぞ、大島淡路チーム取りましたね、真ん中、はい、さあクリアしたのは、さあここは流れに乗って淡路、はい、大島チームですね。そうですね、ただこれはもうワンパン、急げ、次大島さん、あります、次これやる、これやる、これやる、いや、でもこっちに行った方が安全ですか、まあ、いいか、クリアしてしまったんですが、バロン面は取れずと、はい、そうですね、上は取れません。いける、いける、行こう、この後またクエストかぶりするとね、大島さんあります、あ、これある、確かにリタイアしちゃうとね、10秒になっちゃうので、そうですね、あの時間だったらクリアした方が良かったですね。そうですね、そういう判断も大事になってきます。ということで、大島淡路チームは今から春、この時間を利用して時の間、あの木と木の2を取りに行くっていう戦略になりますからね。それは手堅いですね。さあ、今のこの時間のリードを利用してどこに飛び込んでいくのか、重いね、やっぱチャンスバトルを引くかどうか、結構それもね、ありますからね、鍵になってきますね。焦りが出てるぞ。やばいやばいやばい。勝負の運気もありますし。
さあこれでいいよ。お互い準備にちょっと時間かかってますけど、よしよしよし、大丈夫大丈夫。さあただまだお互い始まった同時、ほぼ同時ですが、クエストが分かりましたね。違うんだ、一キー1位ということで左下ですね。はい、行きたいな。そして、大島淡路チームは右下に行きました。さあ順調に行ければこれ結構早そうですよね。そうですね、早い気がするな。大島さんだ、そもそも終わりが早いクエストを選んだんで。ごめんごめん、やばいやばいやばい、ちょっとラップラックの位置悪く見ましたね。あ、もう来た来た来た、これはチャンスがありますね。下げて下げる、中ボスが出ました。下げながら、はい、あー削る気なん、リカバリー、いけるか、リカバリーですね、いいよ、いけるかな、どうでしょう、ないんじゃない、ランニング来たら終わる、待って待って、やっぱり運が続いてる、そういう時もある、これはお互いランニングの可能性はありますからね。さあ決まるか、ワンパン取れるよね、違うから、よし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 、ワンパン、これはもう次のゲージ終わりですね。おっと、800万出ました。砂パンチ長ガオガオチームはリタイアするということで、続いてペナルティ10秒つきます。ラインがうざいな、あちょっと待って、あージェアのキリングになるか、10秒、これはストレートで取ってしまうのか。さあということで、これはでもサラパッチョガオガオチームはひときにをいかないとやられてしまうという形ですね。そうですね、カットしていけるのかどうなるんでしょう。さあだ相談している、まだ相談している。ただ逆にあの火のときの間にを取られそうではあるので、あの3つ取った後は4つ目は奪い返せると思う。あ、そうですね、別のところに行くっていうのもあるですね。確かにそこ取りに行くしかない、行くしかない行くしかない、このリードがもうでも行くしかないと。そうですね、うわー、ちょっと苦手なとこだった。あ、ここどうですか、ここ違うじゃん、そこ行く、このまま流れが行くか、はい、取り返す前提で1個別のプレイストに行こうという作戦もあります。ここは、ひときいちこうクエスト選ぶのも意外と時間かかりますからね。そうですね、この時間も木の1ですか、これ木の1、はい、さあ読み合いですね、ここは相手のクエストにかぶせていくのか、これただ走るだけ、みんな取ると負けずだけ。さあ選んだのはひときの1ということで、はい、ここでダブルリーチをかけに行きます。ダブルリーチをかけると、ちょっと待って、断面的なあれちょっと待って、ついてないよ、ひときの2ですね。ペナルティはどうやってやるの、はい、あ、手番出て30秒カウントされると思うので20秒からスタートしてください。はい、はい、今待ってください。よし、ボーナス出ろ、ボーナスちょっと早送りしてください。ボーナス出てください。順調にいけば早いですね。22、21、はい、どうぞスタートしてください。あ、見てませんでした。見てて、あ、いいですね、いいですか、いいですよ。次はみんなに当たります。これもすごい厳しい戦いですね。はいはいはい、次ガオガオさんなんだ。ガオガオさん、お願いします。いいよ、さあ、全て1点突破します、赤チーム。順調にいけば、おっと、おっと、これは縦勘でもう縛る。青チームは上杉友情で、どれだよ、1、2、3、4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 、これで、よし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 、でもこれはどっちかというと、ね、大島淡路チームの読み通りってことですね。さあ取りに来るだろうというところで別のクエストを選択して取り返せるようにしていたと。さあそうですね、淡路大島チームは3つ押さえたので、相手のところも押さえることができます。あの1か、ピノマ1か、このままいけば、はい、このままいけばね、そう、今1クエスト差がついてるまあまあ、まあ、状態ですね、まあまあまあ、取っちゃうんでね。速攻取っちゃいますから、取っちゃいますよ、速攻取っちゃうと、はい、取っちゃいます。どうか、厳しいか、これやって合ってる、そうですね、かなり青チーム厳しい状態ですね。そうですね、まあ、焦んなければ勝てますからね。ここまだ諦めていない。さあこれでいいんだよな、今完全に焦ってるけど、めちゃめちゃ手触れてますね。ここ行くのもいいです。火の時のも1ですね、7パッチョガオガオチーム、
あーそうか、一手目大事、変えるか、あもうダメか、まだいけるよね、で、こっち行こう、あー上手上手、いい感じ、あーいい配置ですね、で、当たんないよね、研修に当たんないように行きたいです。大島自身も相当悩んでます。そうですね、まだクエストを選んでる時間がどんどん、ね、進んでいきますから、クリアすれば終わりなんですよね。そうですよね、はい、あそこを取りに行きます、かなり悩んでいる。青チーム、これもしかして上杉 で、 あの友情ワンパンが見れるかもしれないですね。ワンパン見れるかも、はい、で、こう2名を出るね、はい、はい、決まりました、友情ワンパン、あれ追い上げてきています。行くぞ、次いいぞいいぞ、次ワンパンして終わらせよ。さあ、やばいやばい、ここはどうなる、ワンパンして終わらせるって言った。さて、ここで負けれないよ。さあ、光時の2位です。真っ向勝負で行ってやろう。光時の2位を選んでるんですか。前に来なかった、ちょっと待ってください。そうですね、これ何やってるこれ、というよりもこれではまだ何してんの、ちょっと待って。これ光時に、これはちょっと、ちょっと待ってくれ。光時を選びましたね。時の2位を行く意味、逆にこれどれを取りに行こうかという感じですよね。ボーナス出てくれ。さあ、うわボーナス出た。じゃあ自分たちのとこじゃなくて、今度は長い流れが赤チームに来ましたね。なんか変わってきましたね。ちょっと待って、やばいやばいやばい、これはちょっとマジでミスった。これはちょっとこう、ちょっと待ってちょっと待って、マジで無駄に長くなってる可能性ある。そうあそれか。長引いてしまっているような感じもありますね。ちょっと待って、ちょっと待って、意外に行けない、これ次行けない、次下行く、まあ、これ光時の1とかを取りに行くのかな。そうですね、はい、これじゃ何を読んでの動きだったかはちょっとよくわからないですが、まあ、とりあえず取りに行ってるんですよね。乱入くんな、乱入くんな、これは大逆転が見れそうですね。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっとバンペルをね、ジャイアントキリオンどこ行ったんでしょうかね。いやこれ、やばいよ、ワンコストがありますよね。オッケー、来たー。さあ、ということで光の時の2をクリアして、ブルーが1列揃いました。ドラマチョガオガオチームの勝利となりました。普通に調子を打った、クスラコネクトを使用した勝利チームの予想の結果は、青色の方ですね、はい、となりました。見事に奇襲した方にはコネクトコインが別途数に応じてプレゼントされます。はい、ということで、じゃあ感想を一言ずつ聞いていきましょう。はい、青地さん、大島さん、はい、一言お願いします、はい、本当にただただ調子に乗ってしまいました。やっちゃった、はいはい、あそこを抑えてもっともっと戦ってやろうと思ったんですけど、はい、思いっきりミスっちゃって、はいはい、はい、ありがとうございます、うん、そしてサラパチさん、ガオガオさん、一言お願いします。いや、もう全部ガオガオさんが考えてくださった編成でした。一言言ってください。いや、もうシンプルに本当相手が上手すぎてめちゃめちゃ焦りましたね、本当に。2個取られてもう負けたかなと思って。あ、でももうワンパン力でね、ありがとうございます、まだ褒めてくれてる。はい、はい、ありがとうございました。それでは両チームともご講談ください。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは続いてもうベスト4ですね。あ、もうベスト4です、はい、ベスト4に入っていくというところで、なかなかちょっと盤面をね、しっかり理解する力も必要なのかなと、はい、まあでもやっぱりね、あのこの時間を楽しみたかったんでしょうね、うん、そうですね。さあ、それではベスト4の試合見てまいりましょう。ベスト4第1試合、両チームの入場です。まずはこのチーム、ペンペンさん、ミヤボーさんです。対するはこのチーム、ゆうきさん、ゆうみさんです。せーの、チームワイズ。はい、ということで出てきていただきました。それではここで視聴者の皆さんにはエクスラックコネクトを使った勝利チーム予想を行っていただきます。ただいまより受付を開始するので、表示されている2チームのいずれかに投票をお願いいたします。ベッドタイムは120秒となっております。はい、赤がペンペンさん、ミヤボーさん、はい、青がユキさん、ユンミさんとなっております。スタートしております。
さあ、まあこれはどっちですかね。まあ M4 2人のペンペンミヤボチームなかなか強そうですね。はい、そうですね。そしてカラカ今こっちに入れてくれと、こっちに投票してくれと言ってますね。はい、そしてこっちがワイズ。はい。さあ、さあじゃあちょっと意気込み聞いてみますか。確かにね。じゃあペンペンさん、ミヤボさん、意気込みいかがですか。勝ちたいです。勝ちたいと。はい。勝ちたいっす。モチベがおかしいんだよな。勝ちたいっす。このコーナーに対するモチベがおかしい。やばい、モンストレ一番やってるコンテンツかもしれないんで。おあ、なるほどね。一番やっていると。そういうことね。はい。はいはい、これ勝ちたいな。勝ちたい。さあ、そしてゆきさん、ゆみさん、いかがですか、意気込み。これは勝てたら M4 がもらえる。もらえるやつかな。M4 がもらえる。え、でもさっき奪ったアジの開き使った方が良かったんだよ。アジの開きもらっといて使ってないから。確かにアジの開き使わなかったね。まあ、M4 になるのかというところでございます。頑張ります。アピールしております。ね、どうなるんでしょうね、うん、結構盤面読む力が必要。そうそう、ね、まあ、やっぱり神殿が早ければいいというわけでもないそうですからね。そしてチャンスバトルのね、うん、こう運の出る出ないみたいなね、はいはい、相手が出ることもあれば自分が出ることもあるというところで、はい、そのあたりも結構打ち方も変わってきたりとか。そうですね、そこを味方につけるかどうかも変わってきますね、うん、さあどうなんでしょう。どうぞアピールしてもらっていいですか。こっちだよって、なんか指してる方がね、相手のチームだったし、そうそう、ちょっとずれはるから、上からのショット来ました。そうそう、右側ですね。はい、上からのショットです。かわいいですね。ないないない、こちらはもう真剣モード、はい、あ、ここで、はい、コネクテの勝利チーム予想終了とさせていただきます。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。それでは両チームスタンバイ整っています。ではゲームが開始とともに9マスの盤面が現れますので、各チーム素敵な好きなステージをクリアしてライン戦率を目指してください。それではカウントダウン参ります。5秒前から5、4、3、2、1、スタート。さあ出ました。お、はい、1と2が真ん中にありますね。これはいい配置ですね。これは取りに行きたいが、かぶってしまってもし負けたらというリスクもある。お、光と2に行きましたね。お、さあワイズは光と2を選択、はい、まあえて外していったんでしょう ね、 そうですね、この感じは。まあ、自信もあるんでしょうね、はい、さあじっくり選んでいるのは、お、やっぱり1ときにを取りに行ったのはミヤボーペンペンチーム、うん、さあ静かな立ち上がり、まずは1個目ですね。はい、そこからどこに広げていくかも大事ですね、はい、あ、それ車線入ったかも。うん、壊さなくてもいいよ、それ。それは触らない方がいいかも。整えてますね。これワンパンになるからね。揺れられたがいい。さあ構えていく、はい、あ、おっと、ワンパン決めたのはユンミ。わー、お互い取っていく、早いですね。あ、そうしよう。さあお互いクリアということで、はい、1つずつ抑えましたね。ガシが進みそうですね。そうです、勝負早そうですね。もう軽々とワンパン決めていきますね。はい、なんだこれは。でも相手が取ってるパネル見れるんで、いや、そこをカットしていくこともできますからね。真ん中取った方がちょっとやっぱこういう時で有利ですよね。そうですね。さあどこを取っていくのか出撃するまで分かりません、はい、かなり決着が早めにつくところが選択されましたんで、はい、残りはまあまあ、ワンパンできたところも、まあ、そうですね、あったりはしますけど、どこを狙うのか、まあ、水の時の間にというのはやはり狙いやすいとは思うんですけど。そうですね、はい、さあそっちに行くのかどっちに行くのか、はい、ただ青チームからしてみたら、あの水の時の間にを狙ったら、はい、出ました。これは被ってますか。被ってますね、確かに。被ってるということは逆に言うと、ちょっとあのリードされてるチームとしては、まあ、早くクリアすれば大きく逆転できます ね、はい、さあ、あ、おっと入ってしまった。乱入入ってしまいました。しない、失敗、見てからでいいと思います。相手のワンパンを見てから考えようという。やだ、ワンパンしたということで
さあこれは分かりませんね。弱点ですかね、これは実質。さあペナルティー入りました。リタイアするとペナルティー、10秒間のペナルティーです。これと厳しい方がいましたね。ただもうリーチですからね、これは。はい、これは水溶き1を取ってしまえばワイズが勝ちと。はい、そうですね。さあペンペンミヤボーチームとしてはそれを何としても阻止したいところですね。おそらく次はこの戦いも同じように水の時の1で、まあお互いどちらが先に取れるか戦いになりそうですね。はい、さあただそこ結構そこが鍵になりそうですね。今回そこ取ってしまえば逆に言うと、ミヤペンチームもリーチとなると。確かに。いうことでこのクエストがさあ先にスタート。ただ10秒間はそうですね、20秒になるまでちょっとお待ちください。ペンペンミヤボーチーム待ってね。さあカウントが20になるまでは出ません。そうですね、10秒。さあその間追いついてくる。なるのか。基本的にはもうここで勝った方がおそらく勝者になるとは思うので、そうですね、はい、勝負の分かれ目というか。はい、どうぞ。さあこの時間の差で埋めることができるのか。さあ乱入があるのかないのか。あっと乱入されてしまった。2回連続の乱入ということでかなり厳しい状況ですね。そうですね、これは厳しいですね。これはちょっと運が悪いか、嫌われてしまったか。マジかよ。ここは運もありますからね。マジかよというね、思わず。さあ追いつけるのか。かなり差は短いようで長いこのリードというか。どうなってしまうのか。あーっとちょっと厳しいか。そうですね、ストレートで終わってしまいそうですね。本当にここは高杉が強いですからね。グッジョブめっちゃ高杉すごいですね。グッジョブめっちゃ押してるけど、さあこれはそこで決まってしまう。はい、青チーム、ゆけみチームが盾揃いましたので勝利となります。やったー。はい、ということで X ラコネクトを使用した勝利チーム予想の結果は青となりました。見事的中した方はコネクトコインがベッド数に応じてプレゼントされますということで、ちょっとね運もあったんですけれども、感想一言ずついただきたいと思います。ペンペンミヤボーチームいかがでしたか。しょうがないです、しょうがない、しょうがないです、はい、ちょっと運が悪かったやりたいことができなかったです、はい、いうところでございます。そしてゆけみチームいかがですか。いや、優勝候補だと思ってたんでちょっと勝てて嬉しいです。おお、はい、びっくりしてます。びっくりしましたね。びっくりしたね。そうですね。はい、ということでおめでとうございました。両チームありがとうございました。ご講談ください。はい、まさかのこれ番狂わせですね。はい、そうですね、やはりチャンスバトルの。そうですね、こうなってくるとね、やっぱりワンパン狙ってたりとかするとね、はい、それがかなり狂いますからね。そうですね、やっぱりそこで時間はかかりますからね。本当にあの運を味方にできるか。そうですね、そこもやっぱりかかってくるかなと。一発でいけるかどうか。はい、それではベスト4第2試合を始めていきましょう。はい、両チームの入場です。ガオガオ、まずはこのチーム、ガオガオさん、サラパッチョさん。対するはこのチーム、シロさん、ノーピロさん。ということで両チームで揃ったの で、はい、ここで視聴者の皆さんに X フラッコネクトを使って勝利チーム予想を行っていただきます。ただいまより受付を開始するので、表示されている2チームのいずれかに投票をお願いいたします。ペットタイム120秒となっております。はい、ということでスタートしております。はい、そうですね、どちらが取りに行くのか。はい、赤がガオガオさん、サナパッチョさん、はい、青がシロさん、ナオピロさんと、うん、いうことになっております。はい、はい、さあ1回戦シードでの参戦ということですね。そうですね、はい、さあということでちょっと意気込み聞いていきたいと思います。じゃあガオガオさん、サラパチさん。はい、先ほどはちょっと乱入がね2回連続出て
ちょっとしんどかったんですけど、なんとかガオガオ君のワンパン力で乗り越えたことができましたので、この後も頑張っていただこうと思います。あれ、ガオガオさん任せみたいな。ちょっと厳しいかな。あらチーム大丈夫ですか？頑張ります。頑張りますと、はい、見事ポーズ決まっております。では、シロさんのアピラさんにも聞いていきましょう。意気込みいかがですか？絶対勝ちます。そのコメント初めてした人みたいな。いや、まあ、ある程度その頑張って死んでやってきたんで、結果出せたい、出したいですね。出したい。あとビンゴが苦手っていうのがちょっと心配です。あー、苦手です。純粋にやっぱビンゴはやったことない。さあどうなるんでしょうか。ということで、ただいまベッドタイム中となっております。両チームね、映ってればアピールもしていただきながらというところでね、刺すの難しいですからね、意外と。そうですね、自分のチームの方にね、刺していただいて、さあどうなるんでしょうか。盤面を読む力、チャンバトを引かない力などね、結構いろんな力が。そういう力欲しいわ。そうですね、はい、でも普通は嬉しいんだけどね。まあそうですね、ある程度ね、普通身をね厳選しているときはということで、はい、はい、それではコネクトの方終了させていただきます。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。では両チームスタンバイが整ったようです。ゲーム開始とともに9マスの盤面が現れるので、各チーム好きなステージをクリアしてライン成立を目指してください。ではカウントダウン参ります。5秒前から5、4、3、2、1、スタート。さあ盤面開きました。はい、トキノニは下にありますね。そうですね、はい、そして水トキノニは右上にあるという状況。自信があれば水のトキノニは2を狙いに行ってもいいかもしれないですね、はい、そうですね。あとはまあ光のトキノニとかも結構ワンパンは出てますからね。そうですね、うん、じゃあどこから狙っていくのか。おクエスト出てきましたね。光の時の 1, の1ということは真ん中ですね。あ、なるほど、はいはいはい、めっちゃつまんないです。まずは盤面の有利を何もワンパンしません。全くワンパンとか今持ってませんこれ。水時を選択したのは後ろチームと。なるほど、友情で押していってますね、はいはいはい、なるほど、いい子だ、いいよ、いい子だ。数で攻めていこうというのが後ろチームか。ガンガンいきます。ガンガン天の利休、いい配置に止まってますね。ガンガン音を出せます。おっと、やーっと引いてしまう。強いね。これは厳しい。いいぜ、ね、まだ分からない。カーネンマッチ来ないかな。逃げずれて1個目。いい場所で止まりました。ただまあ相手も時間かかるクエストを選択しているので、はい、そこまで差は現状開かなそうな感じがあります。ただこのいきなりまた手の行きがスタートしてどうなるか。400万、はい、もうガンガンと多分あと2ゲージ落ちは残ってそうですね。クエストをかぶってなかったからちょっと救われたって感じですかね。ランに入ったんですが、はい、そこまで大差にはならなそうな、はい、そうですね、はい、ただ逆に大差がなかった場合真ん中を取れてる赤チームが優位になるかもしれないですね。真ん中取られてしまうと、クロッチを使ってかなり削って早いですね、やっぱり。真ん中取るのが出たいですね。さあということで、先に取ったのはガオガオサナパクトチームという、はい、真ん中を抑えましたね。真ん中取れたのはかなり有利ですね。そうですね、しかも今ちゃんとそのクロッチも使って手堅くクリアしたっていうのがすごくいいですね、はい、キングクロッチの守護獣を使って倒してきました。さあおっとこっちも打ちていく。さあ相手はまだ編成、クリア後の編成とかねしてますから、はい、まだ手早くいけば1クエスト差をつかずに、はい、同時にいける可能性もある。そうですね、結構まだどうなってるか分からない展開ですね。そうですね、ロレロレ若干多分、速さはね、クエストに入る速さはオッケーですね。ちょっと時間差はあると思うんですが、よし、まあ、どのクエストを選択するか。そうですね、水とき1を選択しました。右下ですね。なるほど。さあ相手が下に来るであろうという読みの上でのカットですよね、はい、これね。こうなってくると青チームは、はい、闇の時の間2か火の時の1を時の1を取ると相手のリーチも防ぐことができる。そうですね、そうですね、ということなので、はい、まあ
人日の位置選択結構手堅そうな感じはあります。横か、何を選択してくるのか、モダルとガンディを、さあ悩んでいるのか、もう準備は完了しているのか、そうですね、ここで考える時間が長くなるとちょっと、そうですね、厳しいですね、相手のリードも許してしまう、はい、さあ人日の位置をやはり選択しましたね、はい、手堅いですね、相手の、3つ取るのもこう回避していきたいと、はい、そうなるとあれですね、ガオガオはサナパチョチームも今度は闇時の2を取ったりとかっていう形にはなってくるとは思うんですよね、はい、さあお互いかなり接戦ですね、はい、おっと足りねえ、ここで決めてくるとはかなりでも足らないな、詰めてますね、申し訳ちたのがダメだな、申し訳ちないで、申し訳ちたのがダメだな、譲りませんねさあ飛ばしているのか、あ、もうこれは早いですね、はい、危ねえ、ちょっと危なかったですさあ、ガオガオサナパチョチームが先にクリアということで、そうですね、水の時でも一応抑えたと、はい、この後どこを取りに行くかですね、そうですね、まあ、ただ闇時にが順当だとは思うんですが、はい、どうなることやら、そうですね、はい、ちょっとやばいじゃん、相手の三つ取りを許してしまうか、さあ、こちらもクリアということで、はい、これはちょっと被るかもしれないですね。そうですね。ただ闇時にも早く終わるときは早いですよね。これまた。これを取った方が勝つというような状況になってくるか。そうですね。結構ワンパン決めてくるので、ちょうどここで決まってくると勝負が勝つ、そうですね。さあリーチを決めている方が取れば勝ちだし、カットされてしまうと逆にリーチを決められてしまうという状況ですね。はい。あ、これか。さあ闇時にを選択したのはガオガオサナパッドチーム。はい。さあナウシロチームはどこを選択するのか。まあ一旦闇時にを捨てて人時にを取りに行ってから取り返すっていう手もある、ね。そうですね。確かに、はい。さあ。ストッキの2を選択しましたね。さあ3つ取ってしまおうということですね。おそらくは。縦勘だね。さあ縦勘だね。縦勘。3つ取って4つ目の、奪い返しで埋めてしまおうという戦略。はい。ちょっと上で。ダンシュチームはその戦略を選択しました。弱点。あ。さあ金田ジェン。SS をぶっ放していきました。おっと大ダメージ。そう、今の SS ターンチャージを使って、はい、あのカラミティ J の SS を早めたってところも結構ポイントでしたね。そういうやり方もあるんですね。さあそれどんぐらいゲージ持ってくるんですか、ね、かなり持ってくるんですか。そうですね、おそらく次の次ぐらいで終わるぐらいかとは思いますが、あ、ここで終わりですね。そうなんだ、そういう戦略が。さあキングクロッチを入れて、おお早い、決めてきた。これはなかなか仕上がってますね。そうですね。さあということで赤が闇時に抑えました。さあこれで、サナバッチョチームガオガチームはこれ取り返せるわけですね。はい。3つ番目を抑えたので相手が取った盤面も取れるという。うん。さあどこに行くのか。はい。まああるいは先。あの人気の任務も入れるわけですから、ね、行ってしまえば先行してしまえば勝てる可能性がある、はい、さあここで直しのチームをクリア、はい、しましたが、さあこの差がどう出るのか、はい、まあ、ワンパンできるのかもう、そうですね、相手がミスってワンパン返せればまだチャンスはあるというような状況ですね。この戦いが多分決着ですね。そうですね、どっちを選んでくるのか、よし行くぞ。さあ一時のワンパンミスが一番浅いから、一時の2を選択したのはサナパッチョ青顔チーム。さあ直しろチームはどこを選択するのか、はい、なんだ普通に上か、
相手より先にクリアしたチームが勝利となります。上手上手だな。さあどうなるでしょうか。乱入も特になくスムーズに進んでしまう。さあここでワンパンが決まるのか。そうですね。今ナショチームも準備しているところだと思うんですが、始まりましたね。さあ追っかけていく。おお決まってしまう。さすがを。さあということでサナパッチョガオガオチームが赤一列揃えたので勝利となります。 X ラコネクトを使用した勝利チーム予想の結果は赤を予想した、皆さんが、的中ということになります。ペット数に応じてプレゼントいたします。さあということで、感想一言ずつだけいただきましょう。じゃあナオシロ、シロさん、ナオピロさんいかがでしたか。いや乾杯でございます。乾杯でございました。はい、ありがとうございます。もうちょっともなく言うこともなく乾杯でございます。パーティー間違えたり友情が重なったり、ちょっと大量のミスをしました。いろいろありました。いただきます。はい、さあそしてサナパッチさん、ガオガさんいかがでしたか。いやちょっと楽しかったですよね。なんかすごい褒めてくれるんで、うまくいくと楽しんでできたと、ね、はい、はい、ということでじゃあ決勝も頑張っていただければと思います。両チームありがとうございました。ご講談ください。さあということで、はい、決勝まで来ましたけれども、はい、あっという間でしたね。うん、最初そうですね、うん、シードじゃなかった2チームが上がってくるの、ね、上がってきましたら、やっぱりさっきの戦いを見るとやっぱ仕上がりはすごい良くて、そうです、ね、練習してきてる感じします。さあすごいですよね、こう決勝に行くチーム女性3人もいますからね、はい、なかなか、うん、さあということでそれでは決勝戦に参りましょう。決勝戦を戦う両チームをお呼びいたしましょう。まずはこのチーム、ゆうきさん、ゆうみさん。チームアイス。どうしたどうした、大丈夫か。大丈夫か。いや心配になるような気がしての前で。いやまさか来ると思わなかったから。はい、そして対するはこのチーム、ガオガオさん、サラパッチョさん。すぐの 出番です。あ、間違えた。こっちもちょっとミスがありますけれども、急いでまた出てきていただきました。さあそれではですね、視聴者の皆さんにここで X ラコネクトを使った勝利チーム予想をまた行っていただきましょう。ただいまより受付を開始いたします。表示されているチームですね、2チームいずれかに投票お願いいたします。ペットタイム始まっております。さあこちら残ったのが、まあ、ある意味で運も持ち合わせたチームということですね。運も引き寄せております。さあではちょっと意気込み、どうしました。さっきの席に私の作戦表を忘れました。おすいません、作戦表がすごく大胆にここにこう書いてありました。ここにこれは見られてる。見えちゃうかもしれない。見えちゃうんでお返しします。お返し、ありがとうございます。そこに勝利への道筋が、ね、描かれているのか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあそれではゆきゆみさんの方から意気込み聞いていきましょう。そうですね、まあ、作戦表を忘れちゃうところちょっと抜けていらっしゃるのかなと思うので、そこを狙っていきたいと思います。おいやでもあなた方も登場のね、あの入り方グラグラでしたけどあなた言えないよ。そんなこと言えない言えないチーム、一番言えないチーム。はい、頑張ってください。それではサナパッチさん、ガオガオさんいかがですか。どうですか。ちょっと抜けてるとこは否めない。でもね、楽しく勝とうと思います。そうですね。はい、はい、お願いします。頑張ります。はい、ありがとうございました。それではちょっとアピールタイムですかね。そうですね。まだコネクト、皆さんベットしていますので、はい、最後のコネクト。このフラパ最後のコネクトですからね。何人ぐらい来てくれないと勝てないんです。最後のベット。ちょっとそうです、最後のベット。マジで運だけでここまで来てるんで。よろしくお願いします。これはもうね、好みとかでも選んでいいし、もうね、はい、もうドンとベットしていただいてね。はい、はい、さあどうでしょうか。どっちかわかんない。
どっちだ。こっちです。はい、ということでコネクト終了となります。皆さんありがとうございました。はい、それでは両チームスタンバイもできていると思うので、はい、スタートしたいと思います。はい、ではカウントダウンいきます。はい、5秒前から5、4、3、2、1、スタート。はい、また場面出ました。はい、さあ真ん中が光時の1ということで。はい、そして右側に時に、そして水時にが下にあるという状態。あれいいんですか？はい。さあ、はい、もう大丈夫です。もう始まってますよ。判断が分かれそうな配置になってますね。そうですね。さあどちらを狙っていくのか、先に進んでいるのは、お、これは分かれましたね。分かれましたね。さあ真ん中と左下分かれています。さあ先にただワンパンしてれば。光時1だけやりたくないって言ってたら2回のところで真ん中光時1なんですよ。真ん中が出てしまった。一番ちょっと見せられないんでちょっとやだなって。なしからぬね。さあおしっかりと時1、さあワンパンできるのかどうか。あれ1本マッチストレしないんだよな、これ。もうちょっと右だったらな。あ、こういうワンパン決まるか見物ですね。そうですね、マッチワンパンするじゃん。さあ武装点が決めるのか。決まっていく。決まりました。さあ取りました。まずは左下を取ったのはワイズ。さあ先行しましたね。さあこのリードを使ってこのままいけば先にもう一個取れそうな感じがしますよね。ただ真ん中は確実に取られそうなんで、まあ、上に広げるか右に広げるかって感じですね。うどう攻めていくのか。焦りすぎて熱いっす。熱いと。さあどうなるか。さあすでに選択してそうですね。次のクエストに向けて準備をしているところ。さあ真ん中取られて、はい、次はどれを狙うのか。はい、ここの選択が非常に重要ですね。そうですね、これを間違うと逆転される可能性も大いにあると。はい、いうところ。はい、スタートスタートスタート。さあクエストスタートしたようですね。さあどこになるんでしょうか。さあ飛び込むのは、水の2ということで、はい、まあ、下行きましたね。はい、やはりワンパンですね。はい、こうなると先に入った方がやはり有利かというところですね。さあクエスト選択からクエストに入るところも時間がいいよ。ちゃんとボスに来ましたね。来ましたね、はい、さあ乱入なく、いけるいける。さあワンパンできるのかどうか。さあ弱点はないですが決まるか。いける。ナイス、決まりました。取っていく。さあストレートで来てしまう。さあただ相手もカットしに来てますね。そうですね、はい。ひときの1をすでに、ガオガオパッチョチームはカットしに来ていました。ということで取れないので、まあ3つ目は取りに行くしかないというところ。ニュートンだ。そう、ニュートンだけ。まあ、なのでおそらくここは火の時の1位を狙いに行くでしょうね。火時の1位を取るか、まあそうですね、まあ、闇時にとかも狙えれば、まあ、真ん中取り返せば終わるというところもありますが、まあ、相手はあんまり広げてないので、まあ、割と選択肢は多いんじゃないかなというところですね。さあ、これは SS を使ってゲージを飛ばしましたね。多分かなり、そうですね、吹っ飛ばし中っていうのはダメージが蓄積するので、そこを使ってゲージを多分飛ばしているかと思います。時の1に入りましたね。はい、パーティー間違えてますけど、間違えました。パーティー、はい、パーティー間違えたけど、まあ大丈夫ですというところですかね。さあ編成して入り直す時間の方がロスということで、そうですね、そのまま行こうというところですね。やばい、向こう早い。ねえねえ、かなりキングクロッチを有効に使ってますね。はい、そうですね、はい、ガオガオパッチョチームはキングクロッチを有効に使ってボスを大幅に削っていく形。さあクリアしました。赤チームキングクロッチがいるので、ラストでキングクロッチを使えば十分まだつけるかと思いますね。さあただここもまあ逆に言うとワイズチームも相手のまあビンゴをねカットしている状態なので、これはちょっとガオガオパッチョチームとしては悩むところですよね。そうですね、うん、まあ水時1を取りに行くしかないんですかね、この形だと。
確かにそれしかないですね、この盤面を見る限りは、はい、おっとここで攻撃ダウン食らってしまいましたね。はい、さあこのまま少し、まあ、パーティーを間違えたと言いつつも、まあ、進めていく。水時1リベンジします。さあ水時の1を取りに行こうという。水時低めお願いします。まだ終わらせないぞというところですね。ね、お願いします。ちょっと、なんともいない。さあ打つの早いですね。ちょっと低いか。さあ飛行機1を取る。いいよ。いいよ。さあ。ただこうなってしまうと仮に水時の1を取られてしまっても取り返せる状況ということですかね。そうですね、確かに。さあこれはその間に水時の2とかをクリアできればまだ分からないという感じですよね。はい、だんだん分かんなくなってきましたね、もうこの先の展開が意外とね、決着がつきそうでまだまだチャンスはありそうな、そうです、まだ十分ありますね。盤面ですよ、これは。これワンパンミスったらシンプルに負けます。ワンパンできるクエストが残ってるんで。ワンパンミスったらシンプルに負けるかもしれない。確かにそうですね。ワンパンいったれ。いきまーす。あ、ここでワンパン出るか。見ものですね。あ、あとちょっとヒットが一回抜けた感じでしたね。ちょっと待ってください。今なんかちょっとちょっとここで流れが変わってきましたね。待ってください。この隙をつけるかどうか。そうですね。まだいけるな、まだいける。お互いまだ分からない。やられるかどうか、お互いまだ分からない状態ですよね。そうですね。とにかく進めるしかないという状況。はい、さあ、これね、風が強い。赤チームはすでにもともと3つ盤面を取っているので、はい、あの青チームが水の時も1をクリアしても奪い返せる形なんですよね。奪い返せます。上書き狙いで、はい、てますね、逆に言えば、青チームは早く水の時の1をクリアして、続いて水あ木の時の2をクリアしないと勝ち目がないという状態ですね。さあこれはただもうクエストの選択の時間とかを考えるとちょっと厳しいかなというところはありますけどね。これは厳しいか。そうですね、厳しいですよね、これは。そうですね、この間に進めていく残り2ゲージというところで最後のステージに入りますね。クエストに入ってワンパンまではちょっと間に合わなそうな感じがしますね。やっぱ勝負よくするために痛いですね。いただけますか、もうこれは入れない。よっしゃ、来ました。はい、ということで、ゆきゆみチームが見事勝利となりました。まさかの、はい、自分ら一番びっくりしてます。それではXラコネクト使用した勝利チーム予想結果は赤となりました。はい、おめでとうございます。それでは両チームお話しね、感想一言いただきましょう。ガオガオサラパッチョチームいかがでしたか。はい、もうね、言うことはないというところでありがとうございます。悔しい。そして優勝したゆきゆみチームいかがでしたか。投票してくれた方ありがとうございます。ダークホースだったかなと思います。はい、見事でよかったです。はい、おめでとうございます。さあそれでは解説のお二人にも一言ずついただきましょう。ババゾンさんいかがでしたか。はい、やっぱ盤面の取り合いとね、あとはまあ乱入引くか引かないか、その辺の駆け引きあったと思います。はい、楽しませていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてお手さんいかがでしたか。そうですね、いろんなワンパン見れたんですけど、まあ、SS1 チャージとか使いながらとか、まあ、クロッチを使いながらとか、いろんな戦略が本当に楽しかったですね。はい、はいはい、ありがとうございました。ということで以上をもちまして、神殿タッグトーナメントティックタッグ等バトルを終了いたします。この後エクスラック公式チャンネルではブレイクタイムを挟みまして19時から皆さんお待ちかねのモンストニュースをお送りいたします。エクスラックパーク2021、引き続きお楽しみください。それではさようなら。